皆さんこんにちは、冬の春雨です。ちょっと久しぶりの更新になってしまったんですけど、ちょっとねやっていきたいと思います。今回のテーマは背景が上手くなる適切な書き込み量というテーマで話していきたいと思います。皆さん背景を多分上手くなりたい人が多いと思うんですけど、じゃあ背景ってどうやって書いたらいいのかっていうのが、やっぱりね、背景あんまり書いたことがない人とか、苦手だなって思う人は結構いると思うんですね。なので今回はそこで、じゃあどうやって背景を書いていけばいいのか、でその背景をうまく書く上で適切な書き込みとは何なのかっていうところを、話していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。まずじゃあもう早速ね、結論から言っちゃいたいと思うんですけれども、じゃあ適切な書き込み量って何かっていうと、見てもらいたい場所だけ書き込み量を増やすっていうことですね。どういうことかっていうと、これはもう、視線誘導と書き込み量の関係性の話になるんですけれども、例えば、イラストをね、背景イラストをうまく描きたいなっていうふうに思った時に、やっぱりね、うまく描けないから描き込み量がね結構少なくなってしまったりとか、逆にね気合が入ってしまってめちゃくちゃ描き込んでしまうっていうことは結構よくあることだと思うんですね。これはやっぱり僕もよくやってましたし、よくある失敗だと思います。じゃあその上でどうしたら背景がうまくなるのかっていうと、見てほしい部分にだけ、視線をか、背景を書き込むっていうことですね。じゃあ、具体的にどういうことかっていうと、このイラストを見ていただくとちょっとわかりやすいかなと思うんですけど、これは最近自分が挙げたイラストになるんですけど、まあ、一番最初に視線に入るものは、おそらく、時計台だと思うんですね。時計が、一番最初に目に入って、そこから真下に下っていって、なんか、パイプやら配管やら、なんかそういうのがいっぱい、なんかぐちゃぐちゃなってるところから、さらにその下行って、なんか崖みたいなところですね。に、視線が映ると思うんですね。ここだけの書き込み量を増やしてるから、視線が、そこに集中するようになるんですね。じゃあ他のところどうなってるかっていうと、右端とか見てください。右上ですね。右上とか見ていただくとめちゃくちゃわかりやすいと思うんですけど、めっちゃひどくないですか？もう全然書いてないんですよ。初見で一発でパッと見では全然わかんないんですけど、こうやってまじまじ観察してみると全然書いてないことがわかると思うんですね。でも一枚のイラストとして成り立ってると思うんですね。じゃあこれ、なんでそうなるかっていうと、視線がそっちに映らないからなんですね。なのでこういうふうにね、書き込み量を一部減らして一部増やすっていうのをやると、一気にね背景イラストを描いた時にどこを見ていいか分かりやすくなるんですね。視線誘導のテクニックとして、書き込み量が多い場所が少なくて、さらに、書き込み量が少ない場所の面積が多いと、書き込み量が多い場所に目線が行くんですね。その逆もあります。例えば何も書いてない円丸があったとして、その周りが、斜線で囲われているっていう風な状況になると、真ん中の丸の余白だけが、視線が映るようになります。ですので、これを応用して、書き込み量を増やす場所と書き込み量を減らす場所をしっかりと分けるっていうことを、このイラストではしています。で、さらに、この視線誘導のテクニックなんですけれども、これは、消失点の問題になってくるんですけれども、消失点がこのイラストではね、時計台になってます。でこの時計台を起点に、下に下ろすよう、下に視線が行くように、イラストを設計しています。じゃあどうやってその時計台に視線を集中させるかっていうと、右上ぐらいにあるそのなんか車両あるじゃないですか、モノレールみたいな、なんかそのケーブルカーみたいな、ケーブルカーじゃないか、そのなんだろう、ロープウェイみたいなやつあるじゃないですか。それで、消失点に、視線が行くように、線路をそうやって書いてるんですね。で、そこに向かって電車が走っているという風な構図がね、すごいわかりやすく書かれていると思うんですけど、だから、見る人は必ずかはわからないんですけど、その、結構な確率で、時計台に視線が映ると、一番最初にそこにが目に入るっていうことになります。で、その後に、他の書き込み量が少ないから、下に行くしかないんですね、目線が。だから徐々に下に下がっていって、視線の動きを誘導しやすくなるんですね。
なので、背景をこれから描きたいなとか思っている人は、ぜひね、この視線誘導っていうのを意識しつつ、描き込み量を調整するっていうところをやってみてください。じゃあ具体的に、どうしたらそういう風に描くことができるのか、そういう風にイラストを設計することができるのかっていうところを話していきたいと思うんですけれども、これは簡単ですね。主人公と脇役をしっかりと決めることです。このイラストの主人公は時計台から、下に行く、崖みたいな炭鉱みたいなところですね。そこが、主人公になります。で、脇役はそれ以外の背景ですね。なので、こういう風にね、分けたりとかすると、じゃあここの書き込み量を増やそう。でも、こっちの、他の部分は脇役だから書き込み量を減らそうっていうのができるんですね。なので、この主人公と脇役を決めるっていうことをやってみてください。だけど、それだけだとね、いや、書き込み量を減らすのは分かったけど、じゃあどうやって書くのさっていうのを、っていうふうにね、感じてしまう人、やっぱ多いと思うんですね。じゃあ、どうやって書き込み量を減らせばいいのかっていうところになってくるんですけど、結論としては、あれですね、書き込み量が少ないところの一部に書き込みをするってことですね。どういうことかっていうとめっちゃわかりづらいと思うんですけど、例えば、このイラストで言うと、左側とかね、ちょっと見てほしいんですけど、ちょっと質感を描いてるんですよ。ちょっとだけね、ちょっとだけ質感を描いていて、そうすると、この一部質感を描いていると、他のところも同じ質感なんだなっていうのが、見てる人に伝わるんですね。つまりここの質感を描いてしまえば右側の質感もおそらく一緒なんだろうなっていうのを潜在的に認識させることができるんですね。なので一部質感とか書き込み量を増やしてあげて、それ以外を手抜きするっていう、書き込み量を減らす、シルエットだけにするとか、影だけ、シルエットと影だけにするとか、そういう風に書き込み量を調整していくと書けるようになるっていうことですね。まあ、減らし方、書き込み量の減らし方としては、大きく分けて、3パターンぐらいでいいと思います。1つ目はシルエットですね。シルエットだけしか書かないパターン。2つ目がシルエットと影だけしか書かないパターン。3つ目がシルエットと影と質感だけ書くパターン。この3つを意識して、使い分けるといいと思います。実際に、さっきから見てもらってるこのイラストにも、それが使われていて、シルエットしか描いてないところ、多分真ん中よりちょい上ぐらいになんか薄い茶色の、塀みたいなところがあるんですけど、そこは、あれなんですよ。シルエットしか描いてないんですね。色しか塗ってないんですよ。影も何も描いてないし、質感も何も描いてないっていう。だけど違和感ないじゃないですか。で、そういうことですね。こういう風にシルエットだけしか描かない場所だったりとか、シルエットと影しか描かない場所。それで言うと右側ですね。シルエットと影しか描いてないと思うんですね。質感全く描いてないんですよ。で、最後に、じゃあそのシルエットと影しか描いてないところの質感ってどうなってるんだろうっていうことになってしまうので、なので、一部分にだけ、質感を追加してあげる。ちょっとだけ質感を追加してあげると、あ、ここの質感っていうのはここと同じなんだなっていうのを意識させることができるということですね。なので、こういうふうにね、ちょっとやることは多いんだけど、イラストを、背景イラストをね、描くときは、こんな感じでね、意識して描いてみると、視線誘導と書き込み量を調節して、描くことができるということになるので、ぜひね、これをね、真似して、背景イラストを描いてみてください。もしね、何かね、質問とか悩みとかあれば、ぜひね、コメント欄に教えてください。それのね、動画とかね、作っていけたらなーっていうふうに思うので、動画じゃないですね。音声ですね。音声をね、作っていけたらいいなと思ってます。このね、チャンネルはね、もともと動画とかね、作ってたんですけど、それだとね、僕のね、画力を上げる時間がなくなってしまうっていうことで、ちょっとやめて、音声だけにして、視聴者のね、人たちも絵を描きながらね、この配信を見れるっていう、いう風にのね、携帯をね、撮っていこうかなという風に思いますので、ぜひね、これからよろしくお願いします。何かあればコメント欄で、教えてください。それをね、動画のネタを提供してください。よろしくお願いします。というわけで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。またねー。